津波というのは地震が起こって1時間とか2時間で来て一瞬で人々の命を奪い、そして町々を破壊していきます。だからそれは非常に分かりやすい破壊として、しかしながら過疎というものは徐々に進行していくんですよ。したがって津波のような心理的インパクトはもたらさない。しかしながら20年間眠る薬があったとしましょうよ。この地域のことをパッて今見せて、これでその人に薬パッて飲ませて20年間パッと起きたり、かなりしてみたらこの20年間一瞬ですからね、パッと見たら、うわ、何やこれ、ボロボロなってるよこの街、津波でも来たのかと思うでしょうね。これ何を言ってるかというと、理性的に考えれば津波によって疲弊するということと過疎から進むっていうことは一緒なんですよ。伝わりましたですかね、僕が言いたいことは。だから津波を守るために僕は今国土強靭化をやろうとしてるんですよ。日本強靭化構想とか言って津波を防げとか書いてるんですけど、実は日本を強靭化するための津波とか地震というものを防ぐための堤防を作ったりとか、そういうインフラを作るためだけ釣ってるだけじゃ強靭化できないんですよ。過疎という津波、これを防ぐための手立てを打たないと人々は地域は滅んでいくんですよ。これはね、本当に守らないといけません、地方と。Earthquake hit Japan Friday afternoon about an hour ago, hour and 10 minutes ago. Japan's meteorological agency says the quake measured magnitude 8.4. It has revised it upwards to 8.4.名取市の町に入ってきました。今からずっと海の方に向かってます。もうここはね、こうし、まあまあ田舎道だよね、普通のね。いい沿道を見てもそこまでの感じはないね、見られないです。仙台では名取が一番、まあかなり被災したという話は聞いてなったので来てみましたが、まあ今のところそうでもないよね。ないですね。先ほどちょっと犬の散歩してる人から聞いたんですが、横から見えますこの有料道路、この盛り土が津波がここでストップしたっていう話をしてました。なのでここら辺から若干やばい状態になるという話は聞いてますが、でもまあ今はまあ普通だよね。ですね。普通の道、名取仙台南部道路が左側に行けばあるというところです。新しい高速道路のだね、あれは新しくですね、新しく作ったんだろうね。新しいですね、あれはもう、テレビではほとんどやらないんでしょうが、名取市ですね。あ、でもここまではまあ復興してるのかな。でもこれどうなんだろう。でも あのビルっていうか団地みたいな建物は、はい、なんかやられてるよね、あれ多分。ほら、あれ多分。さて、で確かさっきここを通った時に、この歩道橋を通った時に津波の高さがここまで来ましたという表示が、どういうこと？ありました、確か。あの歩道橋の柱のところに確か。復興、復興と言ってますが、ちょうどこの。ここが。We're just experiencing a tremor right now. It's just one of a number that we've felt in the last few minutes. There is an...tsunami warning that has been issued, we're told. That's why a lot of people here are up on the bridges. We're told to get up as well.
からですね。多分ここら辺からもうこれは普通の今家住んでんのかな。ものすごい草丈がもう。そうだよね。これ住んでねえよな。ないですね。この辺も。ああもうだってガラスほら割れてんもん。これも多分中ないよね。ないです。でも屋根の上にもうブルーシートが貼ってあって。ちょっと待った。これだって土台だよね。家の基礎ですね。これも。これ基礎だよね。基礎ですね。あそこにお墓が。ほら。あ、ちょっと。あれ新しいよね。墓自体はお墓、はい、新しいですね。映させてもらうとなんか失礼な感じもするけど。申し訳ないですけれども。これも現実というの。うわここら辺はもうもろ来てるね。ですね。これ全部基礎。そうですね。この下にあるのは。全部来そうですね。家の中がこのもう崩れて、もう相沢鮮魚店と書いてるところももう全部電柱倒れてます。これえ電柱が倒れた電柱そのまんまです。これあ本当だ。まだ全然復興なんて呼べる話じゃないですね。このお家はあの辺か。ここはもう穴がドスッと。ここも本来は人ん家なんだよねきっと。そうですね。掃除機が。おそらく神社かお寺だと思われますが。この通りとかも何もない、まっすぐな、もう、うん、これ多分おそらく住宅街の通りなんですよ ね、 そうですね。割と大きい、うん、はい、新興住宅街みたいなところだったんじゃないかなと思われます。今釣りしてる人たちがたくさんいらっしゃいますもうね地元の人たちもそんな悲しんでもいられないだろうから。何運河を作っているっていうふうに書いてますね。ちょっとお待ちくださいよ。お地蔵さんが見えました。すいません、ちょっと映させてもらいます。はい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 、お地蔵さんです。何もない震災のところにお地蔵さんがおられます。まあ、立派なお地蔵さんですが、バイクのナンバープレートもお供えされてます。現状はこんな感じです。何もありません。言葉もない。映像でどこまで伝えられるかは分かりませんが、本当にここに家が建ってたんですよね。津波と立ち点分かります？ほとんどがまたまた。ちょうどこの道の正面に高台があるの分かりますかね。うわー、ここ全部だから家があったんだよな。うちが。あら、誰か人いますね。高校生でしょうか。あら、本当だ。なんかやってんのかな。学生ですよね。学生の人たちが何をやっているのでしょうか。いや、これだってもう全部、うん、家の基礎だもの。うーわー、家があった証拠ですね。確かにここに住んでた人がいたんですね。
ちょっと行ってみます。大東亜戦争戦車の指名です。異例のではないですね。これ震災の前からここにあったものだと思われます。ご覧のように基礎だけが残ったビルの散歩をしている方たちがおられます。花が花壇になってますね。この松は震災も乗り切った松だと思われます。あれがモニュメントだ。はい、震災地レポ、こちら名取閖上です。閖上地区もうかなり大きな津波の被害に遭っておりまして、私が知る限りの地ではありません。閖上地区の中の残った家屋は1割に満たないくらいすべて残骸が多くあり、今何人かの家族が元の場所に戻り家財道具を見つけているような状況です。奥の3キロ、浜から3キロぐらいのものを全て津波に飲み込まれているような状況です。小高い、奥山の上から見える光景はこれからどのように閖上を復興していくのか、そんなことをですね考えざるを得ません。閖上からでした。もともとかまぼこ屋さんだったんだね。力見るとすごいです。そう、何もねえじゃん。あら、下が何もありません。テレビでは東北復興ってよく言いますけど、現実はこんな感じです。震災当時より錆びてきた分、ほっとかれた人たちの、ほっとかれた場所の、ほっとかれた建物の声が聞こえてきそうな気がします。ほら、事務所が事務所全くなくなっちゃったんだね。まあそれはその当時どうなんだろうな、その当時のものなのかな。服だな、ジーンズですよね多分。ここトイレだったんだよなきっと。あ、下水だもんね。そうですね。今日は2014年9月3日の今何時？17時34分薄暗くなってまいりました。もう少し走ってみます。両サイドがあ、のっぱらに皆さん見えると思うんですが、この車の全部家の土台です。あの建物はには行けないかな。行けるかな。行けますね。行けるね。ちょっとここら辺舗装が悪いですね。もうかなり舗装もうねっちゃって剥がれてるとこもありますな。道があそこに1本だけ。もうすぐそこが海だもんね。そうですね。この建物なんかの事務所かなんかだと思います。もう完全に何もありません。これが被災地の現状です。
あそこお店なんだね。あ、復興と呼べるものは一つだけ。これがこれは営業中で、でもお客さんはいないみたいです。まあ見ようによってはおしゃれなんですけどね。なんでしょうね。有明港朝市が行われてるみたいだね。まあ、それでも一生懸命地元の人は復興しようともがいているわけだな。これ全部この辺はここに打ち立ってたらもう海の近くだとわかん、まあまあ海の近くとは思うけど、おそらく海は見えないし。あ、地蔵さんが。寄り添い地蔵さんですね。自販機だけが不自然ですね。そうだね。なんか新しい自販機が何にもねえとこにポンとあるのも余計にこうなんかガードレールがねじれてました。あらあら、あれあれもそれは消防署か何かかやられてるよね。そうですね、おそらく。あ、でも消防署が入ってるな。あ、入ってますね。このまま使ってるってことですか。消防署は頑丈だってことなんでしょう。まあまあそういうことなんでしょうね。あらららららら、らこの建物もこれもこれはもう完全にやられてますな。そうですね。あれもまだ使われてるのかな。中学校ですね、ここ。中学校。中学校です。あ、もう中が、家の中が。あ、異例の。ちょっとこれはね、あのちゃんと手合わせてからじゃないと。中学です。効果が、この松は希望の松。ごめんね、写させてもらって。何さ、ちょっと知ってほしいから。校舎です。時計が止まってます。ここから立ち入ることは、入ってと言われてもちょっと。ごめんね、写させてね。みんなにさ、ちゃんと知ってほしいから。止まった。